お待ちどうさま、大喜利のお時間です。まずはメンバーのご挨拶。正午とロリを合わせると悟りになるというのは有名なネタですが、それを踏まえると、おじさんが悟りを開くっていうのは、なんだか犯罪臭がしますな。キズナあかりです。ずいぶん前に、再生回数でマウントを取ってくるコメントがありました。あいにく我々は数字には関心がないので何とも思わないんですが、あえて張り合うなら、前に当家で上げたマリオメーカーの動画、再生数180万回いってます。無断転載先で、メーカー姫です。普段優しい人が、ほんのちょっと相手の意にそぐわないことをしただけで、ものすごい嫌われるなんてありますよね。なんだか悲しいなーって思うんですよ。そんな風に都合のいい存在みたいに認識されないためには、少し憎まれ口を叩くくらいがちょうどいいのかもしれないですね。役立たずども、愉快な大喜利の始まりだ。西野あかねです。100枚のクーポン券についてメールでやり取りしてたはずが、お相手から100枚のクーポン券について問い合わせが届きました。こんなにクーポンでお米を買いましょう。広告追加です。いーちゃんがパソコンいじってたんですけど、私はロボットではありませんのチェックボックスを眺めながら泣きそうになってました。ジェンダーに関する話題は活発化していますけど、アンドロイドのための環境整備も必要かもしれません。積んだもんです。ホビによっては何でも喋れるようになる座布団運びさんどうぞ。明かりそうですわ。わあ。さて第1問。明かりそう例のものを皆さんに配ってください。わあ。皆さんご存知か、ちょっとわからないんですけども。実は日本には、茨城県っていう土地があるんですよ。知ってらい！怒られるで。そこで、大喜利クロスワード。皆さんはまずヒントをおっしゃっていただいて、その後に2文字目にちっちゃい「つ」のつく答えを2つお答えください。姫さん。メタンちゃんとリッカちゃんのそれぞれのテストの点数です。バッチリ。さっぱり。つんこさん。私たちが住んでます。日本列島。うん、まあシンプルでいいじゃん。ずんだもん。ずっと掃除をしていなかった水場です。カビがびっしり触ればもっさり。あかりさん。女湯です。おっぱい、いっぱい。一枚持っていきなさい。はい、あかねさん。お年寄りの最後の瞬間です。びっくり。ぽっくり。うめえよね。明かりそう一枚あげて。姫さん。宮本武蔵です。抜刀すれば相手は圧倒。王を剣豪たったか一枚あげて。明かりさん。私のファンです。そっちも、こっちも。何言ってるのだ。本人はそう思ってるんだからね。つんこさん。女子小学生を盗撮していた犯人が見つかりました。近所のおっさんこの前立件。それうちの近所じゃん。マジか。イエスロリータノータッチだよ。つんだもん。ニコニコ動画の楽しみ方の一つです。ゆっくり実況まったり視聴。これは一枚あげよう。さて、それじゃあ二問目をやっていくんだぜ。なんでちょっとゆっくりに寄せたん？円楽さんが亡くなって早いものでもう一年。円楽さんといえばブラック団ですよね。太平さんと翔太さんを巻き込んで歌丸さんいじりや仲間割れをする、なんかよくわかんない組織でした。そこで皆さんも今回の出演者の中から二人引き連れて、我々は何々団だなどと名乗りを上げてください。私が何々団と驚きますので、その続きをお答えください。あかねさん。うちらは世のため人のために働く NPO 法人やー。世のため人のために働く NPO 法人？あれ、発足2日目にして国からの補助金と絆あかりが見当たらん。
赤毛ちゃん今日攻めるね。ズンダモン。我ら東北応援団なのだ。東北応援団。応援したら若者たちが元気になってみんな東北を出て東京に行ってしまったのだ。最寄りの学校合併したね。どこで選んでさ。あ、よいしょ。姫さん。姫たちはピンク団だぞ。ピンク団。え、キズナ明かりの色が違うって？頭ん中ピンクじゃん。姫ちゃんに一枚。ズンダモン。僕たち、ロリータ団なのだ。ロリータ団。年齢は左から11歳。2歳。250歳。ロリ一人しか選んなんか。姫ちゃんなんて呪霊で答えたしね。あかりさん。我々は、すっぱだか団だ。すっぱだか団。それでは私も失礼して。やめるわい。あかりそう一枚取り上げなさい。つんこさん。我々は出番がもっと欲しい団だ。出番がもっと欲しい団。座布団をよこせー。せめて単発ゲーム実況をやらせろー。下を履いてないからってなんだー。やめるのだ。巻き込まないでちょっと。ケチケチしないで商品をよこせー。あかりそう。あの欲まみれな集団の座布団全部持ってきなさい。僕ら何も言ってないのだ。姫たち無関係だよー。連帯責任ってね。さあ、3問目に参ります。もう結構前だけど、敬老の日がありました。皆さんのような若い子は、お年寄りにとってとても可愛いものでしょう。さて、皆さんはおじいちゃん子やおばあちゃん子です。メンバーを一人指名して、自分のおじいちゃんおばあちゃんの自慢をしてください。指名された人は、それに返す形で何かお答えください。あかりさん。姫ちゃん姫ちゃん。うちのじいちゃん歌うのが好きで、よくお風呂で歌ってるの。よく歌ってるの？羨ましい。姫が歌うには9900円のボーカロイド版が必要なのよ。切実だな。姫ちゃんに一枚あげて。ズンダモン。あかねちゃんあかねちゃん。ういうい。僕のおばあちゃんも歌うのが好きで、よくカラオケに行ってるのだ。うちのばあちゃん、ガンオケの中屋で。つんこさん。姫ちゃん。なに？私のおばあちゃん、歳なのにシワが全然ないんだよ。姫のばあちゃん、ブルドッグと見分けがつかない。姫ちゃんに一枚。あかねさん。あかりちゃん聞いて。聞いたらなんかくれる？後で葵あげる。うちのばあちゃん、美味しい漬物作るの上手なんよ。へえ、いいじゃない。まあ、うちは代々くせ者だけどね。あかりちゃんに一枚あげて。姫さん。それじゃあ、ズンダモン。わ、精霊の先輩からの呼び出しなのだ。あのね、うちのじいちゃんさ、もうすぐ100歳なのに、足腰が丈夫で、ピーンと立ってるんだよ。うちのじいちゃんはね、100歳で死んでから毎晩枕元に立ってるのだ。怖いよ。でも面白いや。一枚あげて。あかりさん。ズーンコちゃん。なんでしょう？私のおじいちゃんスポーツマンなのよ。90歳なのにドーバー海峡を泳いで横断しちゃったんだよ。サンズの川じゃなくてよかったじゃない。ズンダモン。あかねちゃんあかねちゃん。またうちか当てれるな。僕のおじいちゃんはね、ニコニコで配信してるのだ。あら元気。うちのじいさんはヨボヨボで徘徊しよる。こりゃあかねちゃんに一枚だな。ブラックジョークも結構出た今回の大喜利。お時間が来たようです。またいつか。We'll be right back.